のデモの行動にもずっと参加し続けてきました。それはもう二度と原発事故を起こすわけにはいかないと思ったからです。今日行動に参加されている皆さんも同じ思いなのではないでしょうか。実際こういう皆さんが日本中で原発いらないと拳を上げて行動を続けてきたことによって、今この日本では大飯原発以外の原発再稼働させてこなかった。そして先月9月にはその大飯原発も止まり、今日本で動いている原発は一機もありません。でも皆さんどうですか。この新宿でも十分電気は足りているじゃありませんか。これを見てもどこにも原発再稼働にする理由なんかないことは自明の理だと思います。にもかかわらず電力会社は、あの事故を起こした東京電力も含めて各地の原発再稼働の安全審査申請しているのが現状です。しかしこの元になっている規制基準っていうものが抜け穴だらけなんですよね。一旦事故が起きた場合の、他国事故が起きた場合の避難計画すらなくても稼働していいという内容、フィルター付きベッド作っていなくて計画さえあればいいという内容、しかも事故が起きたらそうやってベッドで放射能を空気中に拡散してもいいというのが大前提になっている。これでどうやって国民の命の下での原発再稼働一気たりとも認めるわけにはまいりません。何よりも規制庁は今こういう原発の安全審査している場合なんでしょうか。今だってあの福島第一原発地下水が毎日1000トン近く流れ込んできていて、そのうち400トンは確実に建屋の中に入っている。この間雨が降っただけでタンクに溜め込んでいた汚染水が溢れ出したではありませんか。この汚染水対策こそまず真っ先にやるべき仕事のはずです。なのに安倍首相は世界各地に行って汚染水は完全にブロックされているという事実と全く違う発言を繰り返しています。ですが福島第一原発では貯水壁は今作りかけです。シルトフェンスはこの間穴が開いてしまいました。東京電力が切り札だと言っている多角種除去装置アルプスは動かしては止まり、動かしては止まり、動かしては止まり、トラブル続きです。これでどうして完全にブロックしたと言えるのでしょうか。先日福島の20代の男性が私の部屋に訪ねてきてくれて言いました。僕はまた福島が見捨てられたと思っていると。もう事故があってから2年半経った今なお15万人の皆さんが避難生活を強いられていて、家族バラバラ、放射能の不安にさらされて将来の不安だらけ、そんな状況の皆さんにさらにまた見捨てられたなどというような思いをさせること、私はどうしても許すわけにはいかないんです。この間ようやく国会ではこの汚染水問題の計算委員会が開かれました。そこに参考人質疑で呼ばれた東電の広瀬社長は何と言ったか。日本